平成22年12月14日、菅総理は硫黄島における戦没者のご遺骨の収容状況を視察するため、東京都小笠原村の硫黄島を訪問しました。硫黄島は昭和20年に一月以上にわたる熾烈な戦闘が行われた場所で、戦没者は約2万2000人に及び、戦後65年が経過した今日でも、約1万3000柱のご遺骨が未帰還となっています。硫黄島に到着した菅総理は、米国資料で埋葬地とされた2カ所の埋葬地を視察しました。最初に自衛隊の滑走路西側を視察し、ご遺骨の収容状況の報告を受け、これで、故郷に帰っていただきますから、はい、そうですね、はい、実際にご遺骨収容作業を行いました。かなりこういう形のものも多いんですけど、ここでは半分近くはこういう形で出てきまして、亡くなった方をなんかシートのようなもので包んで、こう順次出ていったと、ね、続いてすり鉢山山麓のご遺骨収容現場の視察を行い、収容状況の報告を受けました。その後、天山の硫黄島戦没者の日で行われた硫黄島戦没者追悼式に参列し、参列者全員で戦没者に対し1分間の黙祷を捧げました。菅総理は追悼の辞で、追悼の辞、硫黄島戦没者追悼式を挙行するにあたり、この地で亡くなられた方々の御霊に対し謹んで哀悼の誠を捧げます。ご列席の皆様におかれましては、ご高齢に達するご遺族もいらっしゃるところ、限られた機会に合わせて報道いただきました。ご不便をお詫びをいたしますとともに、ご遺族をはじめ各も多数の国会議員関係者の皆様にご参列いただき、厚く御礼申し上げます。豊かな自然に包まれた今日の姿からは想像しがたいことですが、昭和20年ここ硫黄島で1ヶ月以上にわたる熾烈な戦闘が行われ、日本軍2万2000、日米両軍で2万8000人を超える命が失われました。祖国の安寧を祈願し、遠く離れた家族を案じつつ戦場に散った方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。またご遺族の方々にとって、最愛の肉親を失った悲しみに耐えてこられたご労苦は計り知れないものであったことをとご拝察いたします。激戦から65年の歳月が過ぎましたが、1万3000柱のご遺骨は未だ故郷に帰ることなく、この地に眠っておられます。本日火山灰の混じる土を手で掘り起こし、帰還を待つ方々を探し求めるうちに、痛切な感情が胸に込み上げてきました。硫黄島の戦いで日本軍を指揮した栗林忠道陸軍大将が、現地から御令嬢の高子さんに宛てた手紙にはこう記されています。タコちゃん、お父さんはタコちゃんが早く大きくなって、お母さんの力になれる人に
なることばかりを思っています。体を丈夫にし、勉強もし、お母さんの言いつけをよく守り、お父さんに安心させるようにしてください。命果てるまで戦った方々は、軍人である前に家庭を守る父親であり、良き夫であり、期待を担う子息でした。国はご家族にとってかけがえのない存在をお預かりしたのです。元気な姿で帰還いたうことができなかったならば、せめてご遺骨をご家族の待つ地にお返ししなければならない。これは国の責務であります。戦後およそ80回の遺骨収容が実施されましたが、この度収容作業をさらに徹底することとしました。米国の資料も改めて丹念に調べ、ご遺族や民間団体のご協力をいただき、政府と国民が一体となった取り組みを進めた結果、本日までに新たに300柱に及ぶご遺骨を収容しました。引き続き滑走路の下を含め埋設地点を精査してまいります。一粒一粒の砂まで確かめ、一人でも多くの方のご帰還につなげるよう全力を尽くすことをここに誓います。今しばらくのご辛抱をいただくことをどうかお許しください。そしてこの島に眠る皆様が寂しい思いをされないためにも、ご遺族による慰霊順拝の機会を増やしていきたいと思います。我々は戦争の惨禍を繰り返さないためにも、この島で生じた悲痛な歴史を風化させることなく、若い世代に伝えていかなければなりません。また我々は尊い命を賭して祖国を守ろうと硫黄島で奮闘された英霊に思いをいたし、この国の平和と繁栄をしっかり築いていかなければなりません。このことを改めて胸に刻み努めてまいります。御霊の安らかならんことをお祈りし、ご遺族の今後のご平安を切に祈念いたしまして、追悼の言葉といたします。平成22年12月14日内閣総理大臣菅直人。続いて遺族代表が追悼の辞を述べ、参列者による献花が行われました。視察を終えた菅総理は記者団の質問に答えました。はじめに硫黄島視察、そして追悼式参列のご感想をお願いします。4年前に私初めてこの硫黄島を訪れまして、まだ多くのご遺骨が収容されていないということを改めて知りました。まあ、それ以来、大変気になっていたんですが、私の内閣になって、最初に作った特命チームがこの硫黄島の遺骨収集収容の、特命チームです。阿久津当時は総理大臣補佐官、今内閣の政務官ですが、チームリーダーになってもらいました。まあ、実は特命チーム、それに加えて、HTLV のチーム、あるいは新卒者雇用のチーム、あるいは待機児童ゼロのチーム、今特命チーム4つあるわけですが、それぞれが現在実行過程に入っております。中でもこの硫黄島のこの遺骨収容のチームは、アメリカにある資料を徹底的に分析する中で、かなりの規模の
埋葬地がほぼ特定できたということで、まあ、今回は私も参加をしての追悼式となりました。この資料に基づく調査で新たに、現在のところで300柱を超える遺骨が見つかり、今の状況では1000を超える遺骨、1000柱を超える遺骨が収容されるのではないかという見通しになっております。まあ、それでもこの硫黄島に眠られている皆さんのまだ半分に達するか達しないかというところでありますが、やはり遺骨収容は国の責任だと考えますので、これからもしっかりと取り組んでいきたいと。まあ、特にこの飛行場の下にもかなりの遺骨があるのではないかというお話もありまして、今いろいろなこの技術的なやり方で調査を進めてもらうことにしておりまして、それも含めてしっかり取り組んでいきたいと。まあ、さらには硫黄島以外の地域のまだ残されているご遺骨についても取り組みをしっかりと強めていきたいと、こう考えております。